ではただいまよりエキサイトシリーズ2024 2月25日京都大会にて行われます世界タッグ王座決定戦の会見を始めさせていただきます。2月23日岡山大会で世界タッグ王座決定戦進出チーム決定戦諏訪間・鈴木秀樹対本田龍樹・安西優真を行い、こちらの試合の勝者が25日京都大会におきまして世界タッグ王座決定戦で宮原健と青柳優真と世界タッグ王座をかけて争うことになります。それでは早速各チームに意気込みを伺ってまいります。まずは世界タッグ王座決定戦進出チーム決定戦を争うニューピリオド本田龍樹選手、よろしくお願いいたします。はい、今回、世界タッグ王座決定戦進出チーム決定戦ということで、まあ、前回、八王子大会で俺たちはこの世界タッグのベルトを逃しているんだけど、まあこうやってチャンスが巡ってきた。今回は諏訪間・鈴木秀樹から必ず本田龍樹・安西優真が勝って駒を進めてやる。ありがとうございます。続きましてニューピリオド安西優真選手、よろしくお願いいたします。はい、今本田も言った通り、俺たちは八王子で世界タッグに挑みましたが負けてしまい、本来、チャレンジャーの一番後ろの列に並び直すはずでしたが、斉藤玲選手の、怪我による欠場、その上、ベルト返上という、ことで、思わぬ展開、このように世界タッグ王座決定戦進出チーム決定戦というふうに、チャンスをつかむことができました。この得たチャンス必ず逃したくないとは思います。自分なりに一番最高の展開を考えましたが、23日岡山で、俺のことをスカウトしてくれた諏訪間選手から俺が勝利を取って世界タッグ決定戦に進出し、3度30分ドローしたビジネスタッグから俺たちニューピリオドが勝ってベルトを手にし、その後欠場から復帰した斉藤ブラザーズから俺たちがリベンジして勝ちたいと思います。まずそのために23日岡山必ず勝ちたいと思います。以上です。両選手ありがとうございました。続きまして鈴木秀樹選手、よろしくお願いいたします。世界タッグ王座決定戦進出チーム決定戦になりますというバカみたいな流れの中、ここに我々バカと普通の人、私の方が普通ですね、こちらの方がバカ、バカバカしい、私たちがこの流れに乗っかってこのバカ力を利用して勝ちたいと、そして最後ベルト取りたいと思います。じゃあバカに渡します。では諏訪間選手、よろしくお願いいたします。バカバカ、あんたがバカだからね。おう、まあ、ね、今回、ね、その世界タッグの決定戦決定戦ってなっちゃってるんだけど、まあ、一番、ね、俺らおっさんが、うん、そうでしょう。いや、こっちが赤くはないよ、新時代じゃないからね、まあ、要点も、バカじゃないから要点もちゃんと、はいはい、どっかのクラブって要点もちゃんと書かれてた。何のこと言ってんだよ。でね、まあなんだよ、おかしいかよ。おかしいだろ、うん、おかしいだろ。言いたいこと言わせてくれよ、もう本当に。いや、全世界にバカを発表してるんだから。ちょっと言いたいことは言いやすく、毎日更新だよ、バカは。まあね、世界タッグの以上です。おい、終わっちゃったよ。本当にいいの、よろしいでしょうか。まあいいですよ。いや、もう伝わりも大丈夫です。伝わった。それでは2月25日京都大会で諏訪間・鈴木秀樹組、本田龍樹・安西優真組の勝者と世界タッグ王座決定戦を行います。宮原健人選手、青柳優真選手に意気込みを伺ってまいります。まずは宮原健人選手、お願いいたします。全日本プロレス宮原健人です。2月25日京都大会で、世界タッグ新王座決定戦が行われることが決定しました。僕、宮原健人、スーパースター宮原健人は対戦相手が決定して、僕はその
対戦相手を徹底的に調べ上げて対策を練ります。ただ今回は諏訪間鈴木秀樹組か安西優真本田隆起組かどちらかわからないということは対策を練ることができない。そこで俺は考えました。このバカコンビとニューピリオドにないもの、この二組になくて俺らにあるもの、それは愛です。もう一度言うぞ。この二組になくて俺らにあるもの、それは愛です。今日何の日か分かるよな。そう、バレンタインデーだ。俺はこの愛をパートナーの青柳優馬選手にこの愛を送ります。俺の愛を受け取ってくれよ。諏訪間、ほら、お前はバレンタインデーにゆかりはないだろ。お前モテない人生なんだから下がれ、こら下がれ、こら。お前らバレンタインデーにゆかりがないタッグチームなんだ。下がれ、こら。座れ、こら。下がれよ、こら。下がれ、こら。改めて俺の愛を受け取ってくれ。ということで、2月25日、どちらのチームが来ようが、愛のビジネスタッグが必ず世界タッグチャンピオンになるぞ。ありがとうございます。続きまして、青柳優馬選手、お願いいたします。はい、青柳優馬です。もともとは斎藤ブラザーズと、戦い、このベルトを取る予定でしたが、ちょっとね、アクシデントは仕方のないことなので、我々ビジネスタッグが勝利し、斎藤ブラザーズをね、2人じゃないな斎藤麗が元気になって戻ってきた際には、まあ一番最初に挑戦権をあげようかなと思ってるんで、必ず京都という場所で世界タッグ戦をまたやりたいと思います、斎藤ブラザーズと。そして、まあ、意気込みではないんですけど、諏訪間鈴木秀樹組には絶対に上がってきてほしくないなと思っているので。なんでだよ。だからなんか関わったらやけどしかしなさそうなタッグチームなんで、この2人が上がってこないようにジャイアント神様にお祈りしたいと思います。以上です。ありがとうございました。続きまして出場等に入らせていただきます。ご質問のあります方お願いいたします。マイクを持ちます。では鈴木選手、青柳優馬選手にお聞きします。ジャイアント神様って何ですか？ジャイアント神様ですか、はい、ちょっと僕もあんまりよくわからないんで、霊媒師の方にお願いしてちょっとジャイアント神様を下ろしてもらおうかなと思います。ありがとうございました。その先ほどちょっとお話が途中で終わってしまったと思うんですけど、言いたいこと多分あったと思うんですけど、お願いできましたか？ちょっと本当に余計なこと言わないでよ。ちょっと、本当世界タッグね、こう斎藤麗が、ね、怪我して、ね、返上という形になったんだけど、まあ、自分の記憶の中にはね、その世界タッグっていうのそういう怪我して返上だとか、ね、なんかこうベルトがどうのこうのとか、こういろいろあった時期を見てるよね、ちょっとガサガサうるさいよ。まあ、そんなね、
混乱というかね、そういう混乱は正常にしたいなと思うんだけど、ちょっともううるさいですね周りが、もう世界タッグのベルトをちょっと正常にしたいなと思うんだけど、仲間にさ、それ俺がいつも俺じゃないこと言ってんじゃん。予定まとめろってさ、あなたも予定まとまってないからもっともじゃあ、あんたがまとませないんでしょ。ちょっとやんなさいよ、ほらもうね、もう恥ずかしいから、もう全世界晒してんだから。バカだと言えどもね、全世界晒してダメなんですよ。ね、後楽園ホールで我々バカ決定戦やるわけじゃないですか。あ、やるよ。ね、まあ、でもあなたはもう不戦勝みたいなもんですよ、最初から。え、なんで？いや、バカはあなただから。ああ、そんなことないよ。俺はすごいそこも楽しみにしてるんだよ。でもそんななんかちょっと感動するような話したくても面白くないし、チョコレート美味しそうだし。ありがとうございます。このやりとりは何なんだっていうね、謎なんだけど。はい、まあ頑張りますか。要点をまとめて喋りなさいよ。だからあんた一番です。他のこと言ってんだろ。それあんたがそれ言ってんだろ。俺にじゃないや。 MC 進めて付き合わなくていいよ。誰なんだよあんたがそれっていつも話まとめないでさ、まとまりかけてるのになんかよくわかんない感動しそうな、感動しかけるような話するさ。まあ、言わせろ。いいよ、マスコミ皆さんも進めて。あんまりバカだから。ちょっと一緒にすんなよ。俺この人だけでしょ、バカなの。あんたに言ってんだよ。どうぞ質問。青木選手、その宮原選手から今愛のチョコレートをもらった感想と、今もうすでに食べてますけど味の感想も含めてどの気持ちですか？まあ俺はな、あんまりうまいと言わないので有名だが、これは本当にうまいな。その宮原選手というからの愛は伝わりましたか？はい。なんだろうこれ、専務だろ、ちゃんと統一って。統率しなさい。この愛っていうのはね、ちょっと一つ付け加えると、青木選手だけへの愛じゃなくて、この我々ビジネスタッグはこの全日本プロレス愛だとか、この世界タッグ王座への愛、向いてるベクトルが一緒っていう愛も含まれてるんでね、そこはしっかり書いていただけたらなと思いますね。ニューピリオドのお二人も結構聞いてないんですけども、こういう大人たちを見てどう思われますか？まあ、まず恥の諏訪間鈴木秀樹組、もうバカバカしか言ってないからチームとして成り立ってない。そして宮原健と青柳優馬組、今チョコレート渡したのみたいね。もう所詮この二人は、自分らでも言ってるよ、これもビジネスだから。この二人はこうやって仲良く、肩組んで仲良くすることもなく、偽りの愛で今まで生きてきてるんだ。お前らそこを絶対勘違いすんなよ。最初に僕が格好つけてスカウトしてくれた諏訪間選手とか言ったのに、いい年こいたおっさんたちがバカバカ言い合ってキャピキャピして、本当に何を見せられてるのかな、何を聞かされてるのかなって感じですね。それとビジネスタッグに至っては、こういうイベントごとの日だけ愛だなんだの言って、バレンタインで渡して仲がいいですよアピール、愛がありますよアピールっていうところがビジネスタッグって言ってるゆえんなのかなって思いました。以上です。諏訪間さんと秀樹さんは、20日にシングルマッチを行われますけども、そちらについての意気込みとはいかがですか？以上です。じゃあこれだけ言わせてよ。本当俺にとってはすごい大事な試合だと思うんだよね。分かり合うか、それによってはもう今後ベルト取れないかまで決まってくると思うから。いや、そうだよ。だからね、第一試合でやらせてもらいたい。それだけ言わせて。もうね、そうじゃん、あんたが言ってたんだから。あんたってあなたでいいじゃん。あんたって言い方、あんたでいいの本当に。カードないから。優しい言葉遣いしましょうよ、これは。お互いに本当に、こうやってあなたって一人に指させないでください。はい、優しくいく。はい、ありがとうございます。俺はいいのか。
ちょっと待って、言わせて、言わせてあげて。いい、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 もういい、いい、いい、3はぶっ潰す。